聖子さんすごいのはちゃんとアイドルとして歌うんですよ、はい、当然50歳を超えているんだけれども、うん、関係ない、うん、もう私はアイドルですと今も言ってましたけど ね、 ねちゃんとそこにねちゃんと答えてるっていうのはすごいことだと思うし、うんうん、なかなかねあの辛いことだと思うんですよ、うん、10代の時に歌ってた曲を50代で歌うってなかなかできることじゃない、うんうん、特にアイドルソングなんですね。なんだけどもうプロとしてちゃんとアイドルとしてねこれなかなかできることじゃないと思うんですけど、うん、そこはやっぱすごいなって思ったり、ね、すごいですね思います、うん、永遠のアイドルにまさにふさわしいんですよね、うん、よく永遠のアイドルって言うけどやっぱり